高校のユニフォームなのか、富山第一。昨日のバスのやつ。俺の権利なんで大丈夫です。大丈夫だろうな。はい。いや、あのマコか、マコ関係ないんで。俺が取ったの、俺の権利なんで。はい。マコ関係ないから、マコに聞く必要ないです。あと40分よ。2時。いける。40だって出し切れるもん。余裕で。40分間ダッシュすればいいだけでしょ。そう。やったことあるし、やったことある、やったことある。今までどれだけやってきたと思ってる。どれだけダッシュしてるほどね。これを一旦疲れさせにあと10試合必要。リサッポIt's up, Nippon! ちょ疲れたみたいに言ってるじゃないですか。たかが28日前に来て何を疲れた言うてんねんっていう感じですよ。こっちからしたら何日前から行って何日間2ブレーンをして何試合やってきてると思ってるっていう。それに関してはほんまに感謝してるほんまに感謝してるよ。もうだそうです。明日は富樫、富永が当たると僕は思ってます。ヒーロー違いますからね。明日富永は19分の10って言ってあるんで。5割で入るんだったら40本打ってもいいですからね。本当に気持ちが強い方が勝つんですよ、やっぱり。なんで、もうここまで来たら本当にチームですね、チーム力。僕たちも疲れてますし、彼らも疲れてるんで、ワールドカップ、最後の試合、悔いないようにやって、最高の結果、はい、収めたいと思います。チーム一丸、に。何それ。てめえ。かまいたち、かまいたち。リアルラスト。
もうこれはもう打たないですよ。素晴らしいと思いますし、まあ、ちょっとこの大会前に雄太が、結果を残せなかったらもう代表を引退するという発言もあった通り、まあ、彼が、ね、それぐらいの気持ちを持ってこの大会に臨むということはまず話してきていて、雄太の気持ちというのが本当に全員に伝わって今この状況を作れていると思うので、もう一つ、ね、やっぱ気を抜かずに、まあ、そして、まあ、他のチームどこではなくしっかり勝って気持ちよく、パリオリンピックに出るようにしたいなと思います。よしよし、気を抜かず頑張ります。あと一勝でかい、かわいいですね、ケース。マジかわいい。かわいい。かわいい。ヒデさん、かわいい。今日も頼みます。もうラストなんで、ラストなんで。うん、はい。死ぬ気で頑張ります。死ぬ気で。頼もしい。ラスト、ラスト。
ます。いい試合しようぜ。Last game against Cape Verde. Concentrate on the job, not the result. Okay. The result will take care of itself. 結果はその後についてくる。間違いない。Okay. Let's make a statement. Okay. Yes! Let's go! 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 No, no. It is on! Go! Here by nine. Both of those, they had to piece to Iajima holding on. He'll give it to his buddy. What a nab! Forced him up or had any bad shots. Kawamura beating Tavares there. Another one. We're going to get whiplash here going both. Tominaga, other side. Quick release for another three. And Tominaga opposite wing. He's got three big shots. And how about Tominaga? One more. Why not? Tominaga now to the rescue. He's driving the feed. Extra hand off Hawkinson. And one. Hawkinson, count it. A little game of hot potato here. Hawkinson in the corner. Insurance. It's in. ベンチなエグいもん盛り上げメンバーあそこだけ温度違かったねえ、カモンカモン最高です最高やったマジでこんな歴史的な瞬間にね立ち会えることがね本当に嬉しいですねその通りですその通りですマジでそれ以外出ませんマジで感謝感謝ありがとうございましたおめでとう嬉しいああ最高やったーすげーおめでとうございますねえ本当にいやもうねいろいろサバイバルだったりとか始まってなんだろうマジでホッとしましたなんかオリンピック行くのって本当難しいんだなって感じました、まあ、ただ本当にこうやってきたことを出して最後粘ることができたので本当に最高ですありがとうございます。いやー、やりましたね。いやー、本当ヒヤヒヤする展開もあったんですけど、トムさんの言葉で自分たちを信じてっていうのがあったので、自分たちを信じてやった結果だと思います。もうちょっと頑張れる部分があるとは思うので、次の合宿だったりっていうのが始まるときには改善できるように頑張っていきたいと思います。やったー！いやーやりましたね嬉しいですし本当にやっぱ思考はこう本当に現実化するんだなと思って本当にチーム一丸となって本当にやってきてよかったなと思います本当に最後12人残ることができない選手たちもいてその選手たちの分まで戦ってましたしやっぱり日本代表日本日の丸を背負うってことは本当に日本中バスケットボールに関わってる方している人たちの本当に代表だと思って一人一人プレーしてましたしその方たちの思いっていうのは僕たちに届いていたので本当に僕たちだけの力ではなく本当に、まあ、導いてくれたトムさんもそうですし本当に一人一人この日本代表に関わってくれた応援してくれた人たちに感謝したいなと思いますクラブ回してちょっと休んでくださいありがとうございますおめでとうございますありがとうございますつらかったっすよ皆さんが思ってる以上に本当につらかったっすはい全敗で前回も帰ってきたし、まあ、世界に対して本当に一勝もしなかった、まあ、もうオリンピック最終予選からですかね2016、まあ、そこからもういろいろ苦しいことばかりでしたけど、まあ、こういった本当最後の景色が待っていることを信じて
今まで頑張ってこれたんで、それが証明できたことがもう何より嬉しいです。もう本当長い長い2ヶ月間と言いますか、苦しい苦しい2ヶ月間だったんで、でもこれ報われたからもう疲れはまあ吹っ飛ぶと思いますし、はい、でもまた少し休んでまた B リーグ盛り上げていきたいです。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、やったありがとうございました。あさって試合あるんじゃないですか。ない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 、ちょっと終わりたくない、あ終わりたくないね。日本の皆さんありがとうございました。いや応援してくれてありがとうございます。沖縄で本当にいい雰囲気が作って、ファンからいいエネルギーもらって、よくプレイできました。本当にありがとうございました。日本の皆さん大好きですありがとうね。ようやく来た、ようやく来ました、ようやく来た、ようやく来た、ようやく来た、やっと来たな、やっと来た、やっと来たよ。もう本当に迷惑かけた。今日はね、ケイセイは19分の10でいいって言ってたんですよ。もう昨日言ってくれましたね。もうそれぐらいの気持ちで、もう19本打ってもいいよ。もう10本決めてくれとか、もう何本でもいいからお前打てと。本当にチームメイトがそうやってもう自分のノーマークを作ってくれて、まあ、それがなくして自分の本当にスリーポイントもないですけど、もう本当は僕はただ打ってるだけなんで、本当にそこはもうチームメイトのスクリーンやパスやもう全てに感謝したいです。一回ユキさんに俺ねパスしたしね、こうやってね。で、ね、その後俺ハンドオフしたしな。そう。パリ行くぞパリ。言ったやろ。言ったやろパリ行くって。パリ行くぞ日本。しゃ。もう本当強い気持ちが入った12人が揃ったと思いますし、まあ、本当今回残念ながら落ちた選手もこの日本代表を強くするためにもう毎日毎日身を削ってもう心も削りながらやってくれましたし、本当今までしんどい時期の日本代表を支えてくれた先輩方も含めてもう全員の勝利だと思うんで、この12人だけじゃないです、もう本当にもうみんなの頑張りだと思います。まだまだやりますよ。せーの、沖縄で買って嬉しいさ。よし完璧や完璧や完璧や。もう最初からみんな信じて、信じていいですか、もう信じてるの、信じてるってみんな OK です。Yes, yes, 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 yes. 最後です。この経験を忘れないで、これからもスタンダードも作りました。やるー